オーシャンエクスプローラーズ行こう、波の下の大冒険。オーシャンエクスプローラーズ行こう、波の下の大冒険。海の中遊ぼう、サンゴ礁の公園。みんなで楽しく学ぼう、ワクワクが止まらない。オーシャンエクスプローラーズ、オーシャンエクスプローラーズ、オーシャンエクスプローラーズ、レッツゴー。やあ、こんにちは、オーシャンエクスプローラーズ。今日はディーンが僕らを入江にあるスペシャルなビーチに連れてきてくれたよ。ディーンが言うには、この入江は砂のお城を作るのに最高の場所なんだって。君もお城を作るのを手伝ってくれる？やってみよう。見て、この砂のお城すごい。それからこの貝殻たちも。その貝殻で何をするの？いい質問だね、ティンカ。それじゃ、よく見てみよう。これってなんだろう、好奇心知りたいな。よく見てみよう、新しい発見。貝殻は海に住んでいる生き物からできるんだ。彼らの体は海の中の塩や他のものを取り込んで、彼らの皮膚がそれを貝殻に変えるんだ。こういう生き物を軟体動物というんだよ。軟体動物って何？もしカタツムリやアサリ、カキを見たことがあれば、それも軟体動物だよ。貝殻は本当にそんなに別々の生き物からできているの？そうだよ。だから貝殻はあんなにいろんな形をしているんだ。そうかもね。どんな形を見た？これはこんな形よ。1、2、3、こういう形のことを、三角でしょ？そうだね、ティンカ。おお、見てよこれ。これはこんな形。そういう形のことをなんて呼ぶか知ってる、ディン？丸でしょ？正解だよ。じゃあ、誰か四角はどんな形をしてるか知ってる？僕知ってる。四角は4つの面がある。1、2、3、4。これ全部すごくいい貝殻だよね。僕どの形も好きだな。でも軟体動物はなぜ貝殻があるの？自分の身を守るためだよ。あの鳥は貝殻を巣にしているわ。他に貝殻は何に使えるか知ってる？砂のお城の飾り付け。いいアイデアだね、ネプチューン。お城のあの部分を飾り付けるためにはどんな形が必要、ネプチューン？僕が欲しいのは1、2、3つの面。三角は面が3つあるね。君も三角の貝殻を見つけるのを手伝ってくれる？これが三角。見て、これは1、2、3つの面。じゃあ次に僕が欲しいのは1、2、3、4つの面。ネプチューンは丸が欲しいみたいだね。僕分かったよ。惜しいね、ディン。でも丸は違うかな。丸には面はないからね。ネプチューンは面が4つある貝殻を探しているんだ。おう、そうだね。四角。そう、その通り。心配しないで一緒に学ぼう、笑顔でチャレンジ、少しずつでいい。もっと貝殻見つけたよ。オッケー。四角はここで、丸はここに置いて、それから三角はここにしよう。みんなどうかな？みんな見て、
ネプチューンがいろんな形を砂のお城の壁にデコレーションをしてパターンを作ったよ。次はどの形を飾り付けたらいいか誰か当てられる？うん、イエーイ。もちろん僕もさ。三角丸三角、次は何かな？丸。面白いね。もっとやってみていい？ネプチューン。もちろん。いくよ。三角丸四角三角丸、次は何だと思う？四角。よく次のパターンが分かったね、ディーン。もう一回。四角三角丸四角三角丸。イエーイ。いろんな形があるよ。丸四角丸四角。いろんな形があるよ。三角四角三角四角。いろんな形があるよ。今日僕たちは貝殻はカタツムリやアサリ、カキのような軟体動物からできていることを学んだね。それから貝殻を探索しながら丸や三角四角のようないろんな形があることも学んだ。模様のパターンも学んだね。じゃああとやらなきゃいけないことは一つだけだよね。ダンス。イエーイ。最高最高、 It's so much fun、 海で僕らと遊ぼう。海の中や渚で学ぼう、探索しよう。みんなと一緒に遊んで嬉しいな。ティンカー、カル、ディーン、ネプチューンにオーパス。最高最高、 It's so much fun、 海で僕らと遊ぼうよ。それじゃあまた次回、これからももっと探索しよう。